ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は太陽について解説してくれるんだよね。巨大太陽フレアが起きたら地球はどうなるかを解説するぜ。太陽フレアって太陽における爆発現象だよね。なんか怖い。この動画を見ると、1、太陽フレアとは何か、2、太陽フレアはどんな時に発生するのか、3、太陽フレアの影響はどんなものか、4、想定される被害と対策がわかるぜ。対策もあるのか、それは楽しみだね。それではゆっくりしていってねー。太陽フレアの発見。太陽ってサングラスや下敷きを使って観察すればいいんだよね。いや、ダメだぜ。え、なんで？みんなそうやって太陽を観察しているよね。サングラスや下敷きだと赤外線を通すから、目に良くないんだ。じゃあどうやって観察すればいいの？専用の日食グラスや、天体望遠鏡の太陽投影板を使えば安全に観察できるんだ。そうなんだ、面倒だから直接見ようとしてたよ。それだけはやめてくれ。ところで霊夢、黒点って知ってるか？知ってるよ、それを観察したいと思って太陽の話したんだし。黒点の科学的な観察は望遠鏡の発明とほぼ同時に始まっていて、約400年の歴史があるんだぜ。昔から知られていたんだね、黒点って。その黒点の観測の歴史の中でも、画期的な記録が残されたのが1859年9月1日なんだぜ。その日に何があったの？この日、いつものように太陽の黒点のスケッチをしていたイギリスの天文学者キャリントンは、黒点に白く輝く模様が現れたことに気づいたんだ。黒点に白い模様？翌2日未明には、普段はオーロラが見られないキューバのハバナや米国フロリダ州などでオーロラが目撃され、普段見られる地域では史上最も明るいオーロラが出現したんだぜ。オーロラといえば、セイントセイヤの亀の必殺技、オーロラエクスキューション。米国ボストンでは午前9時30分頃、電信局の交換台で過電流が発生して混乱するという出来事が起こったんだぜ。太陽の黒点の白い模様、オーロラの出現、電信局の事故？これは事件の匂いがする。キャリントンは、自分が見たことと地球上での出来事とに関係があるのではないかと提言したけど、当時の天文学界では太陽の活動が地球に影響を及ぼすということが考えの外にあったので、相手にされなかったんだぜ。かわいそう、すでに私の頭の中では点と点が線で繋がってるのに。ところが、彼が目撃した白い輝きこそが、現在そのメカニズムの解明に向けて多大な観測が行われている。太陽フレアの発見だったんだぜ。それも滅多に肉眼で見ることができない白色光フレアと呼ばれる種類のものだったんだ。やっぱり、キャリントンさんは偉かった。その後100年以上経っても白色光フレアの肉眼での観測例はなく、1859年のフレアには彼の名を記念した。キャリントンフレアの通称が付けられたんだぜ。さすがはキャリントン。この太陽フレアとはどのような現象で、何が原因で起こるのだろうか？そして、地球にどのような影響があるのか？その謎を探っていくぜ。太陽フレアとは、そもそも、太陽フレアってどんなものなの？太陽フレアは、主に太陽の黒点付近で爆発的にエネルギーの放出が起こる現象で、強い電磁波が発生したり高速の粒子が放出されたりするんだ。太陽系最大の爆発現象と言われることもあるけど、肉眼で見えることは稀だな。心の目で見るしかないんだね。ここで言う肉眼で見るとは、道具を使っても使わなくても、目でそのままの姿を見るという意味で、可視光線すべてを眼球で受け止めて脳で認識するということだぜ。観測の器具を使っても、そのままの色と形のフレアはまず見えないってこと？そういうこと。虹の光を合わせると白くなることからもわかるように、このような見方を白色光で見ると言うんだ。その白色光で見ることはどうしても無理なのかな？キャリントンのように白色光で見られる可能性はかなり低いな。でも可視光線の一部である Hα 線を、透過するフィルターを使えば、太陽フレアを容易に観測することができるぜ。Hα 線って何なのさ？ Hα 線とは水素原子が出す特有の波長 656.3 ナノメートルの光を指すんだぜ。この光だけを受け止めて観測すると、普段見えている太陽の表面である光玉を覆っている彩層を調べることができるんだ。彩層ってなんじゃらほい？彩層は太陽の表面にある大気のことだぜ。その上にはコロナと呼ばれるさらに希薄な大気があるんだ。コロナ？太陽の表面に新型コロナウイルスが蔓延してるの？やっぱそう来るよな。コロナとはラテン語で王冠って意味で、英語のクラウンの語源なんだ。太陽の周りの大気が王冠のように見えるからコロナと呼ぶんだが、コロナウイルスも顕微鏡で見ると王冠の形に見えるから、そう呼ばれているんだぜ。なんだ？共通点は見た目だけで関係ないのね。彩層とコロナはそれぞれ太陽大気の低層と高層部分で、相対的に、彩層は低温高密度、コロナは高温低密度となっているんだ。低温ってことは彩層なら私がいても大丈夫かな？無理無理、光球は約5700度、彩層は1万度程度、
コロナはざっくり200万度もあるんだぜ。うひゃー、あれ？でも、外側に行くほど温度が高くなってない？いいところに気づいたな。天体に限らず、熱源から離れるほど温度が下がるのが普通なのに、太陽はなぜか温度が上がっているんだ。これはコロナ禍熱問題と言われているぜ。なるほど。それで、原因は？それが、わかってないんだ。あや。話を戻すと、彩層を調べる Hα 線で観測できるということは、太陽フレアは黒点上空の太陽大気内で、起こる現象らしいということになるんだ。黒点そのものは太陽表面で見られる現象なのに、その上空で激しい現象が起こるのはなぜなのか？というか、そもそも黒点って何なの？そこからか、でもまあ、まずはそれを知っておく必要があるな。黒点とは、どんな物質も、温度が高い時は青白く眩しく輝き、低い時は鈍く赤く光るんだ。もっと温度が下がると目には見えない赤外線を放つだけで、見た目には輝かなくなるんだぜ。恒星ではない地球もその一例だな。それはわかる。ガスの青い炎はライターの赤い炎より高温なんだよね。そういうこと。太陽黒点の温度を調べると約3700度で、光球よりも2000度ほど低くなっているんだ。人為的に高温にしたもの以外では、地球上で見られるどんな物質よりも高温で明るく輝くけど、光球の方がもっと明るいために暗く見えているんだぜ。だから黒く見えているんだね。正確には黒いのではなく、暗いんだ。もし黒点を取り出してみれば、その色はオレンジ色になるぜ。相対的に暗いから、黒く見えるんだ。目の錯覚みたいなものかな。黒点は周囲よりも温度が低いその原因は、磁場にあるぜ。磁場？磁力が関係しているの？そうなんだぜ。磁場は目に見えないので実感することが難しいけど、南北の方向を知るために使うコンパスが、地球が磁石であること、つまり磁場があることを教えてくれるんだ。地球は大きな磁石だった。太陽も地球と同様に磁石になっているんだぜ。そして南北両極が N 極 S 極になっているけど、約11年で入れ替わる点が地球と違うんだ。そんなコロコロ変わっちゃうんだ。さらに、地球上では極端に強い磁場が集中している場所はないけど、太陽には所々に見られるんだぜ。その場所がもしや。そうだぜ、その磁場が集中している場所のうち、規模が大きくてはっきり見える部分が黒点なんだ。そういうことか。太陽フレアの発生。黒点が磁束間の断面であるということは、その上空には周囲よりも密に磁力線があることを意味しているんだぜ。高級上空だから外部のガス圧がほとんどなく、磁気圧が上回った磁束間は上に向かって開くことになるんだ。磁力が上空に向かって吹き出してるイメージかな。しかし磁束間が素直に開くとは限らない。太陽は自転しているし、磁力線も整然と並んでいるわけではないぜ。力線を押し動かすガスの動きもあるからな。開くのか、開かないのか、どっちなの？その結果、黒点上空の太陽大気中で磁力線が絡まり合うんだ。まるでゴム紐が絡み合うように。磁気張力があるから、まさに張り詰めたゴム紐のようにエネルギーが蓄えられていくんだぜ。エネルギーが溜まっていったら、何か吹き出すのかな？鋭いな霊夢。プラズマは磁力線を横切ることはできないけど、それに沿って動くことはできるので、太陽大気中の磁力線には物質がまつわりつくことになるんだ。私もマリサにまつわりつかれてるからね。絡み合った磁力線の中にはチューブ状になるものもある。まとわりついた物質がこの中に止まり、彩層の上にあるコロナの中で宇宙の暗闇を背景に明るく輝いて見えるようになるんだ。それは、なんていう現象なのかな？プロミネンスだぜ。プロミネンス、ファミコンのサラマンダの3面に出てきたやつだ。霊夢、お前年いくつだよ。プロミネンスは主に水素でできていて Hα 線で見ることができる。Hα 線自体は赤い光なので、その色と形状から、プロミネンスは光源とも呼ばれるんだ。ほうほう。プロミネンスには静音型と活動型があるんだ。静音型は1ヶ月以上安定に存在することもあり、必ずしも黒点と関係があるわけでもない。活動型は数時間で大きく形状が変わったり消失したりして、多くが黒点と関係している。太陽フレアは、この活動型プロミネンスが見られる場所で起こることが多いんだぜ。お、やっと太陽フレアに話が戻ったね。活動型プロミネンスがその形状を変えるということは、プロミネンスを支えている磁力線の形状が変わるということなんだぜ。変幻自在だね。磁力線が絡み合うほどに、磁気張力が増して磁気エネルギーが溜まっていくんだ。どのように解けばよいのかわからないくらいに、部分部分がピンと張った状態でゴム紐が絡み合うような状況になっていくぜ。うちの電源コードみたいにぐちゃぐちゃになるんだね。どうしようもなく絡み合ったゴム紐を処理しようとするなら、伸び切ったゴム紐が切れて引けるのを覚悟してハサミを入れることになる。しかし磁力線を切るハサミはないんだぜ。じゃあそのエネルギーを蓄えて、複雑に絡み合った磁力線はどうなっちゃうのかな？実は、磁力線にはつなぎ替えが起こる性質があるんだぜ。つなぎ替え？
物質でできたゴム紐は、絡み合った部分が繋ぎ変わってすっきりと伸びた形になるようなことは起こらない。でも磁力線ではそれが起こるんだぜ。ごちゃごちゃに絡み合った状態からすっきりと整った状態へと変わるんだ。なんか不思議。でも磁力線も引けるのはゴム紐と同じで、磁力線にまつわりついた粒子はその煽りで弾き飛ばされる。磁力線の中部に収まっていた物質は外へ放り出されるんだぜ。これは危険な現象の匂いが。つなぎ替えが起こって磁気張力が下がると、磁気エネルギーも低いエネルギー状態に落ち着くんだ。つなぎ替えの後はまた元に戻るんだね。やっぱりゴムみたいだ。つなぎ替え前後での磁気エネルギーの差が、電磁波の発生と粒子を弾き飛ばすエネルギーとに形を変える。それが太陽フレアの原動力となるんだぜ。おお、そうやって太陽フレアが起きるんだ。やっとわかった。磁気エネルギーが一気に放出され、周囲の物質を加熱加速し、明るく輝かせるとともに、物質を惑星間空間へと飛ばすんだ。バチンってね。そうやって飛んでいった物質は、地球にまで届いてしまうの？そう、そして地球はどうなるのか、それを次に解説するぜ。太陽フレアの影響。ここまでの話の流れからなんとなく想像してるけど、そもそも太陽フレアって何なの？簡単に言えば、太陽フレアは電磁波の放出だぜ。可視光よりもエネルギーの高い紫外線や X 線が惑星間空間を伝わっていくんだ。電磁波体に悪そう。また、放出される物質のほとんどは、電離した水素原子からなるプラズマに由来する陽子と電子で、その次に多いヘリウム原子が起源のアルファ粒子も含まれるんだ。なんか難しいなぁ。陽子とアルファ粒子はプラスの電荷を、電子はマイナスの電荷を帯びた荷電粒子なので、このような粒子が放出されて移動すると、言い換えれば空間を流れると、電流が流れることになるんだ。電気が発生するってことね。これのせいで、荷電粒子が地球の高度80キロから1000キロの電離層に到達すると大きな電流が流れて、地磁気が乱れる磁気嵐が発生するんだぜ。アニメとかでよく出てくるやつだ。磁気嵐は、地表では半日程度の間、低緯度の磁場が数パーセント弱くなる現象とされている。数パーセントならば大したことはないと思うかもしれないけど、そうはいかないぜ。どんなことが起こるの？1960年11月にケリントンフレアの半分程度の規模の太陽フレアが発生した時には、生活への目立った被害はなかった。なんだ、大したことないね。しかし、1972年8月初旬の太陽フレアでは、米国シカゴとサンフランシスコを結ぶ電話線が、荷電流によってダウンし、管理するベル研究所は、その後電話設備の設計変更を行い、太陽フレアに備えることになったんだぜ。電話が使えなくなるのは困るね。さらに、1989年3月中旬の太陽フレアでは、カナダケベック州の送電設備が故障し大規模停電が発生。復旧まで9時間、設備回復まで数ヶ月を要し、直接の影響を受けた人は600万人。被害額は日本円で数百億円に上ったんだ。磁気嵐によって送電線に異常電流が流れ、変圧器が破壊されたことが原因だぜ。なんかだんだん被害が大きくなる。ひょっとして、社会にハイテク技術が普及すればするほど、太陽フレアの被害が増すのかな？その通り。そこが太陽フレアの厄介なところだぜ。また、2003年10月下旬のフレアでも、スウェーデンで同様の被害が発生したほか、日本の地球観測衛星みどり2が、帯電放電による障害が原因で電力を得られなくなり、機能停止したんだ。ついに日本にも被害が。幻想郷は大丈夫かな？このように人工衛星は電離層やその上空にあるせいで、太陽フレアの影響を受けやすいんだ。地上でも、生活に影響は出るけどね。宇宙にある衛星の方が当然、影響は受けやすいだろうね。さっき霊夢が言ったように、電力や通信などの電気を使った分野への影響が顕著だから、電力網がない昔は問題にならなかったんだ。しかし現代のように電子化が進んだ社会には深刻な問題なんだぜ。私のファミコンが壊れなければいいけど、そこで16カ国が協力して宇宙天気予報を行うことになり、現在も精度を上げるべく、日々努力が進められているんだぜ。宇宙天気予報、SF みたいでかっこいい。じゃあ次は、現代社会が経験したことのない大規模な太陽フレアが起きたら、どのようなことになるかを見ていこう。スーパーフレア。近代の太陽観測で最も規模が大きかった太陽フレアは、2003年10月下旬に立て続けに発生したものだ。この太陽フレアの10倍以上のエネルギーを伴うフレアがもしあるとしたら、それはスーパーフレアと呼ばれるんだぜ。スーパーフレア、それはやばいよ。どうしたんだ霊夢、いきなり興奮して。私、ちょっと前にノーイングって映画を見たんだけど、その映画では最後に人類はスーパーフレアに焼き尽くされて全滅しちゃうんだよ。霊夢、意外とマイナーな映画を見ているな。あんなことが現実に起こるとしたら、いずれ人類は本当にスーパーフレアで滅びちゃうのかな？そうだな、本当に滅びるかどうかを、これから解説しようか。知りたいような、知りたくないような。ではまず最初の疑問。実際に、スーパーフレアは起こりうるのだろうか？ごくり。
それが起きる可能性は全くないとも言えないんだぜ。ええ、ケイ素と惑星を捜索するために打ち上げられたケプラー宇宙望遠鏡は、恒星の明るさを監視している。周期的にわずかな原稿が捉えられると、惑星が恒星の手前を幾度か横切ったのかもしれないとして、ケイ素と惑星が巡る恒星候補としてリストに載せるんだ。あ、このチャンネルの動画、地球みたいな惑星は本当に存在するのかでやった話だね。そうそれ。本来の目的ではないけど、宇宙望遠鏡は、惑星が巡る以外の理由で明るさが定期的に変わる変更性や、恒星が一時的に明るくなったり暗くなったりする現象を捉えることもできるんだぜ。高性能なんだね。このケプラー宇宙望遠鏡のデータから、スーパーフレアが発生している太陽型の恒星が発見されたんだ。え、じゃあやっぱりスーパーフレアは実際に起こるんだ。もうダメだ。500日間の観測データ中、279個の恒星で計1547回発生していたんだぜ。約1年半の間に、平均すると恒星1つあたり5回程度という頻度だな。そんなに頻繁に？通常の太陽フレアの1000倍に達する規模のスーパーフレアも観測されたんだぜ。なに？でも、太陽に似てるだけのよその恒星だし、うちらの太陽は関係ないよね？その恒星が特殊なだけでさ、そうやって他人事と思ってしまっていいのかな？やっぱりダメ？人類滅亡の未来しかない？ちょっと寄り道をしよう。地球の対流圏から成層圏にかけての大気中では、宇宙船の作用によって窒素原子から炭素原子が生成されている。宇宙船とは、天の川銀河や太陽から地球にやってくる陽子やアルファ粒子、ガンマ線などの総称だぜ。難しい話でごまかし始めた？炭素原子には、炭素12、炭素13、炭素14があるけど、この宇宙船の反応では窒素14から炭素14が生成されるんだ。ほえ。炭素12と炭素13は安定な物質だけど、炭素14は放射性同位体と呼ばれる種類のもので不安定であり、時間が経つと元の窒素14に戻るんだ。その速さは5730年で元の量の半分になるというもので、この時間を半減期と呼ぶんだぜ。半減期ってよく聞くね。この性質を使って、炭素14は遺跡などの年代測定に利用されているんだ。作られる炭素14と元に戻る炭素14の量が同じという前提があっての話だけどね。ほうほう。大気中で生じた炭素14が地上や地中にあるのはなぜかというと、大気中の炭素は二酸化炭素として存在していて、これを植物が取り込み、動物が食し、というように、生物の体を作る有機物になっているからだぜ。なんか宇宙から話が離れすぎてない？もうちょっと我慢してくれ。生物は炭素12と炭素14を区別なく利用するので、大気中での割合と、生きている生物体内での両者の割合は同じになるぜ。なるほど。しかし、生物がなくなると炭素14を取り込まなくなるので、その時から炭素14の減少が始まるんだぜ。この減少割合を調べれば、生物がなくなった時期がわかるというわけだ。遺跡では、木材や農産物、動物の骨などが手がかりとして使われるんだぜ。そうやって年代測定してるのね。話を宇宙に戻すぜ。太陽フレアが起こると地球に降り注ぐ宇宙線の強度が増すんだ。すると、炭素14生成量が増え、生物、特に植物の体内にその記録が刻まれることになるんだぜ。そうなんだ、だから炭素の話をしたのね。特に樹木の場合はその後生き続けても、年輪として痕跡が残るんだぜ。そう考えて、樹齢1900年の屋久杉の切り株を調べた研究があるんだ。あ、話が見えてきた。その結果は、西暦774年と994年に炭素14濃度が急上昇していて、この年に巨大フレアが起きた可能性が出てきたんだ。巨大と言えるのは、通常の太陽フレアでは変化が小さくて痕跡が残らないからだぜ。なんと、すでに過去2回も、大きな太陽フレアが発生していたんだ。774年については、イギリスで日没後の空に赤い十字架が出現したという記録があり、おそらく、大きなフレアが発生した時にのみ中程度で見られる赤いオーロラだろうと考えられているぜ。このことから、774年に巨大フレアが発生したことはほぼ間違いないだろう。エヴァンゲリオンで人がやられると赤い十字の光が出るけど、その話が元ネタなのかな？霊夢のオタク知識、侮れぬ。他の年輪の記録からは紀元前にも3回程度巨大フレアが発生した可能性が指摘されてるんだぜ。そんなに何度も巨大フレアが発生してたんだ。しかも、774年と994年、その後は1770年、1859年というように、一度発生すると繰り返すような様相も見られるんだ。2回ずつペアになって発生するのかな？太陽型の恒星の観測データと、地上に残されたものや記録からの間接的な証拠から、太陽でもスーパーフレアが起こる可能性は十分あると見ておくのが良さそうだぜ。やはり起きてしまうのか。でも想定できるなら、それに対する対策を準備できるんじゃないかな？最後にそれについて考えてみるぜ。想定される被害と対策。スーパーフレアが起こると、地球、私たちの社会に、どんな影響があるのかな？
やっぱりあの映画みたいにみんな焼け死んじゃうの？エネルギーが高い宇宙船がやってくると、まず直接影響するのは、人工衛星だな。そりゃ宇宙にあるもんねー。発電パネルに使われている太陽電池の劣化、帯電による電気系統のトラブル、高層大気が加熱され膨張するために空気抵抗が増すことによる軌道変動、粒子の一撃によるコンピュータ制御部の破壊などが、過去の大規模太陽フレア発生時に起きているんだ。もうボロボロだね。高エネルギー宇宙船がやってくるということは放射線が増すということに他ならないので、国際宇宙ステーションなどの有人活動では、被爆の危険が大いにあるだろう。宇宙ステーションにいる人は大変だ。日本人もいるのに。宇宙船が大気を叩いて発生する二次放射線もあって、これは航空機などの搭乗者の被爆の危険を増大させるんだ。やはり地球にいてもやばいんだ。2003年10月下旬の太陽フレアの100倍規模のスーパーフレアが発生すれば、致死量に至る可能性もあるぜ。宇宙や高層大気ではないからといって安心はできないな。どうしよう、これからずっと地下室で暮らした方がいいかな？磁気嵐については、通信への影響が非常に大きく、短波通信の劣化や途絶が起こり、航空機や船舶の運航に支障をきたすことだろうな。スマホも使えなくなっちゃうね。また、人工衛星の位置測定精度などが悪化し、GPS 衛星が正常に機能しなくなることも予想されるぜ。これもまた交通システムに甚大な影響を及ぼすことになる。カーナビもダメか。他には、過去にあったように、送電設備を破壊する可能性も高く、大停電が生じれば、施設が完全に回復するまで、長期間にわたって生活に影響するはずだぜ。幻想郷も電気はちょっと使ってるから困るねー。逆に、生活に潤いをもたらすという良い意味での影響は、中程度でもオーロラが見られるようになるということかな。北極や南極に行かなくてもオーロラが見られるね。いいことはそのくらいか。スーパーフレアを防ぐことはできない。私たちにできることは、スーパーフレアの発生を予測し、あらかじめ対策を施すことだぜ。台風が来るのが分かっていれば対策ができるのと同じだな。じゃあ、発生の予測はできるのかな？現時点では、残念ながら発生予測はできないぜ。あちゃー。太陽フレアの研究は日々進展しているものの、長らく謎だった発生機構が分かりかけてきた段階で、確実な予測はまだなんだ。予測できないと困るよ。それでも、直前であれば、発生しそうな場所と時期、そして規模が予測できるかもしれない。というところまでは来ているぜ。台風の発生予測はできないけれども、もうすぐ発生しそうだという位置と発生時の勢力は予見できるという状況と似ているな。そうなんだ。じゃあ発生しそうならみんな避難した方がいいね。予測は難しいけれども、発生の発見が早ければ、対策を立てる時間はあるぜ。そこで、16カ国が協力して常時対応を監視し、太陽フレアが発生したらすぐに通報する体制が整っているんだ。それは頼もしいね。さっき言った通り、宇宙天気予報と呼ばれているぜ。日本では、情報通信研究機構に予報センターが設置されているんだ。予測ができるかもしれないとして、太陽フレアが発生したら、どうしたらいいのかな？発生から8分強で地球に到達する電磁波は、私たちにとっては緊急通報に相当するぜ。この通報を受けて高エネルギー粒子がやってくるまで1、2日かかるんだ。あ、地震や津波に比べれば結構、猶予あるのね。この間に、送電網については計画停電を行い、稼働しているがゆえに生じる被害を食い止めるようにし、航空機や船舶の通信手段は短波以外の代替手段を確保、人工衛星は予備回路を準備したり高度を上げたりするんだ。ある程度は対策できそうだね。GPS については原理的に精度低下を防ぐことができないので、一時的に使用を停止するなどの措置が必要だな。我慢の時を過ごすということになるぜ。台風が過ぎるまで避難するようなものだね。で、肝心の、巨大太陽フレアが発生したら、人間社会ではなく地球はどうなるのか、だけど、そうそれ、地球の生物はみんな焼け死んじゃうの？約杉の記録からもわかるように、電気を使わない社会であれば生活への影響もわからないくらいなので、自然界への影響はほとんどないと言っていいぜ。え、じゃあノーイングでみんな焼け死んじゃってたのは、あれは何なの？あの映画は、ツッコミどころの多い作品としてあまり評価は高くないと思うぜ。私はプロヤス監督の作品は好きだけど、あの映画だけはちょっと残念だったな。そうなの？なんだ、あの映画を見て、しばらく怖くて夜も眠れなかったのに、そういう時はすぐ私に相談するといいぜ。ただし。ただし？これは想定される範囲内での話だぜ。もし、観測史上最強の太陽フレアの100倍どころか1000万倍を超える巨大スーパーフレアが発生したら、どんなことが起こるだろう？やっぱり人類滅亡は免れないのかな？電磁波については、X 線の中でもエネルギーが高い高 X 線をはじめとする放射線が大量に発生し、地表でも放射線被曝する可能性が高くなるぜ。うわ、やばそう。紫外線も増えるから、人間は皮膚がん発症の危険が増大し、外出を控えなければならない状況になるだろうな。もう外に出られない。もちろん、農作物や家畜などへの影響も甚大だぜ。
普通なら緊急警報として役立つ電磁波だけど、この場合は突如襲われることになるから実のところ対策の立てようもないぜ。食料不足になったらやばい。航空機や宇宙ステーションなどに搭乗している人は、残念ながら助からないぜ。もう一生、宇宙には行けないな。霊夢は元から行く機会ないだろ。遅れて到着する大電粒子は、強い電流を伴う激烈な太陽風となって地球磁気圏に到達し、宇宙船の防壁となっている磁気圏を乱して、その役割をひどく弱めてしまう。それで、どうなるの？電離層はひとたまりもないぜ。通信途絶となってしまう。ガンダムみたいに無線やレーダーが使えない世界になっちゃうのかな？あれはミノフスキー粒子のせいだけどな。さらにこの太陽風によって大気上層部が直接剥ぎ取られたり、加熱膨張したりして、大気の一部が惑星間空間に流れ出すぜ。人工衛星の被害も甚大だろう。なんだか、大変なことになっちゃうんだね。オゾン層も立ちどころに破壊され、回復するまでは通常値をはるかに上回る紫外線が地表に届くようになるぜ。もう、家に引きこもるしかない。このため、スーパーフレア自体は一時的な現象であっても、その影響は年単位で地球に残ると予想される。地球環境そのものが揺らぐことになるぜ。悲惨すぎるよ。でもノーイングみたいにいきなり全人類が焼き殺されることはないけどな。あの映画はプロミネンスの炎が地球を炙るように描かれてたけど、あれはとんでもだよ。太陽フレアは炎じゃないんだから。ハリウッド映画ってやっぱりそういうものなんだね。最悪のシナリオはこのようなものだ。でも今のところ、太陽でこのような激烈なスーパーフレアが起こる気配はないし、過去に起こったという証拠もないぜ。過去の歴史で起こってたら、何か記録があるはずだよね。おそらく、太陽はそこまで激しく活動する恒星ではないんだろうな。太陽さんがおとなしい星でよかった。ともあれ、太陽フレアは宇宙と人との関わり、自然と社会との関わりを見つめ直させてくれる良い機会を与えてくれる現象と言えるだろうな。私もこれからは一巫女として、宇宙の脅威についてもっと考えてみるよ。巫女の祈りが宇宙に通じればいいな。このチャンネルではこれからも不思議なことをどんどん解説していくぜ。他の動画もぜひ見てくれよな。知らないことばかりだから楽しいよ。ご視聴ありがとうございました。